キチャンネル。ちょっ、こんにちは。トレードに出してあげた方がいい選手、今日は北海道日本ハムファイターズです。はい、はい、現状今日の収録では5位です。日本ハムはね、はい、来季に向けた戦略も立てていかないといけないね、うん、トレードでいうところで言うとね、はい、まあでも今年もね、またトレードして山本、うん、郡司ね、はい、まあ、いい活躍してるし、ね、いやそうですね、うん、今のところね、はい、そうなった時に、うん、もう出ていくのは、はい、まあ、出ていくのっていうかね、うん、チャンスが少なくなってるのはこの選手、うん、はい、清水雄二。そうですね、ちょっとね、ミット外しちゃってね、試合放棄しちゃって、はい、あれからもう鎌ヶ谷幽閉されてんだけど、ちょうど私もプレー級ニュースでその試合見てましたけど、やっぱね、勝つ言ってた、ちゃんと、あ、結構勝つやっつって、みんな見てる時は何しとんねんってやっぱり、いや、その放送中よ、放送中言ってなかったから何しとんねんって、袴田さん言わなきゃ、そこで、いやいや、私は言える立場じゃない、いやいや、あれはもうファンとしてはもうありえない行為ですって、あれ言ってない、でも本編ではこう外しちゃってみたいなこと言ってたと思いますけど、うん、俺だったら多分ボロカス言ってんだよ本当ですかでも多分あれがちょっと激励に触れたんだろうなっていうのはね、うん、ありますよね。んでさ、まあその中でよ、はい、まあ、マルティネスも取ってきて、はい、で伏見も FA で来て、でなんとね、うん、軍事も来ちゃって、はい、まあここで、まあ、宇佐美とね、うん、トレードなんだけども、うん、ってなった時によ、もうチャンスないやん。そうですね、で軍事選手もトレードされてやっぱ今出てますからね、うん、誰かが怪我した時みたいなね、うん、感じにもなってくるしね、うん、で古川なんてね、うん、2軍で、まあ、打率は低いけどホームラン5本打ってるっていうところで、うん、まあ、長打力もね、はい、まあ、魅力だしね。そうですね、うん、でまあ、梅林もね、うん、頑張ってるっていうところで言うと、はい、ちょっと全体的なキャッチャーの優先順位が低いから、うんうん、まあもうギリ今何歳 ?27 歳、はい、ね、うん、まあ、トレードに出してあげてもいいんじゃないのかっていうね。うん、確かに今だとこの番手的にはちょっともうね、うん、しかもあれですよ、もともと里崎賞に一番近い男と言われてた清水選手ですよ、うんうん、近くて遠いで、うん、パ・リーグの選手誰一人取ってないから。え、そうでしたっけ。そうだよ、あれ、甲斐選手取ってないんでしたっけ。取ってる。あと、そうだ、うん、そうだ、毎年セリーグなんだ、うん、はい、だからまあ、やっぱ清水が筆頭なんじゃないの、うんうん、まだ日本もありそうだしね、はい、トレードね、うん、でね、あとの野手ね、はい、考えたのよ、うん、そしたらね、いないね、いない、うん、やっぱり今の日本ハムで頑張った方がいいんちゃうかっていうそうですかいや、チャンス、うん、いやどこでもあるやんっていう。だってさ、はい、内野で言っても、うん、上川畑、うん、1割9分1厘、うん、アルカンタラ2割8厘、うん、中島1割4分3厘、谷地1割8分9厘、うん、福田1割7分5厘、石井1割7分6厘、水野1割8分、うん、内野だよ。で、奈良間1割4分3厘、うん、ハンソン1割4分3厘、うん、1割台のやつばっかりじゃん、うんうん、確かに。それだったらさ、うん、ちょっと頑張ったら出れるじゃん。清水はさ、もう伏見とかマルティネスとか軍司が使われてるからさ、はい、うん、ちょっともうチャンスないかなと思って、うん、まあ出た方がチャンスあるんじゃないのかと思うけども、はい、低いから、うん、打率が全員、うんうん、で今で内野で高いのって清宮の2割8分クリーン、はい、あとまあ加藤が2割5分7厘、うん、2割5分超えてるの2人だけだからね、内野、うん、それはマルティネスもファースト守るわっていうね、はい、ところもあるし、野村でも2割3分6厘でしょ、うん、だから、うん、いやそれはもうハムで頑張った方がいいよ。ハムが一番チャンスある、はい、頑張ればまだ掴めるか全然だって1割台ばっかりだもん、はい、これやっぱ掴まないと。そうですね、チャンスがないとかあるとかじゃなくて、うん、全然チャンスがら空きある、うんうん、で外野は、はい、まあ、松本、うん、では頭も怪我から帰ってきてね、うん、で万波でしょ、はい、でまあ江越が出たりとか磯畑、うん、ね、で今川がね、うん、最近、はい、4月29日以来1軍にいないというところで、うん、まあ、今川もね、万波が独り立ちしたっていうところと、はい、でまあ、江越がね、うん、来て、まあ、守備とか走塁とかも、まあ、いいしね、うんうん、で松本がいて、で左は磯場だと浅間がいてっていうところで、ちょっとチャンスないかもしれないけど、うん、まあ、でもだからって言って
そんなもうぎゅうぎゅうに困ってるわけじゃないから。そうですね、うん、で外野がそもそも 1,2,3,4,5,6,7 人しかいないから、うん、試合下でいうとね、はい、だから細川か外野守ったりして、はい、まあ、いろんな複数ポジション守ってさ、はい、やらなきゃいけないから外野もちょっとトレードに出してあげてまでっていうのはいないんだよね、うん、今川選手怪我してたんですよね、うん、ちょっと最近復帰したっていう。だから清水フライだね。うん、あとはもう頑張った方がいいよハムで。そうですね、うん、そんなまだ全員チャンスある。そうですね、うん、そんな全然ないとかない、はい、今だって確実レギュラー掴んでんのは、うん、松本と万波キャッチャー以外だと、うんうん、でまあ清宮、はい、浦井ちゃんと野村か浦井ちゃん、うん、あともなんか流動的だよね。そうですね、キャッチャー以外ね、だからもう頑張った方がいいね、うん、まあ、あと加藤選手とかね、うんうん、これはもうハムでね、はい、でピッチャーね、はい、ピッチャーで言うとね、うん、縦のぐらいかな、おチャンスなさそうなのは、うん、まあ25歳、はい、去年ね結構投げましたよね。そう11試合ね、はい、10先発して4勝3敗っていうところで、うん、今年は3先発1勝2敗ね、はい、ここまでまあほぼほぼもうチャンスできてないしね、うん、でもまあピッチャーも正直もうハムで頑張った方がいいんだけどね。まだ掴める場所が入るところがあるという、まあ、強いて言ったら立てろかなっていうね、うん、はい、あとはまず全体的にね、うん、この、まあ、若い選手が多いっていうところと、はい、まだハムでも結果残さないと、うん、ハム以外ってなってもねこの選手使われないねっていう人いないしね、うん、結果残しててそうですね、うん、実績とかいろんな加味して、うん、この人、まあ、去年とかだったらこれ立野とか根本とかどうしたんやみたいなね、はい、今年は何やってんねやみたいな感じになるけども、うん、結局斎藤とかね、うん、斎藤怪我したよね、うん、斎藤、はい、うん、でも堀投手とかも出てないですね、うん、でも川野がいいからね、で宮西がいて、うん、だからよくよく考えたけどやっぱりピッチャー、まあ縦のぐらい、うん、まあ福田もね一応上がってきて今いい形でね、2軍でも防御率1点台だからね、うんうん、いい形だしいないんだよね、だから去年もこうだった気がします。うん、だから強いて言ったら縦のぐらい、うん、強いて言ったら、うん、もし次出るとしたら、うん、次誰かのトレード相手で出るとしたらさすがに堀とかはないでしょ、さすがに今までの貢献度考えるとちょっとそうですね、だからいないよね、まあ、無理に出さなくていいんじゃないですか。そうだね、うん、でもバンバントレードするやん。なんだかんだね、なんだかんだバンバンしてくるやん、2対2しますしね、うん、でもまあ縦の、うん、清水ぐらいかな、もしあるっていうか、まあ、佐藤さんの推薦としてはそうだね、うん、あとの選手は、はい、まあ、もっとハムで頑張った方がいいよっていう、うん、チャンスあるよっていうね、うん、はい、うん、ところあるけどね、はい、皆さんね、うん、どう思いますか、はい。